レンズぼかしは AI 被写体検出を使用して焦点範囲を自動的に設定します。例えばポートレートの背景をぼかすのに適しています。簡単な操作でアーティスティックなぼかし効果を加えることができます。レンズぼかしは元画像の被写界深度からピントの合った範囲を段階的に分割してぼかし効果を強調する機能です。そのため焦点距離が深い画像では効果が得られにくい場合があります。適用を有効にするとレンズぼかしによる被写体検出が始まります。ぼかし量、ボケ、ぼかしの強調、焦点範囲が初期設定になりました。焦点範囲では被写体へのフォーカスが選択されています。これは AI 被写体検出を使用して焦点範囲を自動的に設定します。グラフ化された焦点範囲は焦点が合っている深度値の範囲をカラーで確認、設定することができます。ぼかし量はぼかし効果の強さを調整します。ここでは最大値の100に設定します。ぼかし効果の強さは焦点範囲の外側に影響します。ボケは焦点範囲の外側にある光源の形状を選択できます。ボケの強調は焦点範囲の外側にある光源の明るさを調整できます。初期設定からぼかし量を最大に設定しました。簡単な操作でアーティスティックなぼかし効果を加えることができました。最大値でのぼかし量が足りない場合は、再度レンズぼかしを適用してください。カメラローフィルターの効果が追加されました。
初期設定では広範囲に焦点が当てられています。あらかじめ焦点範囲を狭めておきましょう。ここでは黄色い電車に焦点を当てます。焦点範囲にポイント、領域へのフォーカスを選択します。黄色い電車をクリックします。焦点距離が短くなりました。焦点が合う震度値の範囲を調整します。奥行きを可視化は震度値の範囲をドラッグすると変化します。白い部分にピントが合っています。焦点範囲は部分的に編集することもできます。焦点を選択するとブラシで焦点を追加できます。ぼかしを選択するとブラシでぼかしを追加できます。ここでは右側の人物にぼかしを追加してみます。赤い電車の上部にも何か違和感があります。焦点範囲を手動で設定することができました。